はい、こんにちは、船野先生です。今回は久しぶりに海図の方聞いていこうと思います。あと1級の試験っていうのが海図が3問出るので、もしね、私の動画見ていただいて1問でも取れたらいいなって思ってますし、少しでもね、この動画が良かったと思った方は高評価とチャンネル登録の方をぜひお願いいたします。では始めていきましょう。では海図の方を始めていきたいと思います。こちらの問題になりますので読んでいきます。次のような航海計画を立案した。全行程を12ノットで航行し、 D 点に16時に到着するには、 A 点を何時何分頃に出航すればよいか下のうちから選べ。ただし風や海潮流の影響はないものとする。試験用海図150を使用。まずは出航点 A、 牛島北西方海域、牛島北端の緑崎灯台を磁石で70度。ではこちら緑崎灯台、これを70度で見るということですね。磁石で、70度。次に大島東端の平崎灯台を地震方位300度、平崎を300度、こちらを300度で見ているということになっています。じゃあ引きます。300度。ではこちらが A 点。この A 点から、まあ、見る地点から次は地震方位355度で航行。この A の地点から355度で航行しているということですね。355度で航行。次に変身地点 B、 大島北端君崎灯台を左舷西欧に見る地点で、ということは左舷西欧に見る地点があるわけなんですけど、こちらの君崎灯台を左舷西欧に見る地点記入します。左舷西欧に見る地点で地震路312度に変身。ではこの B の位置から次は312度に変身します。
312度で変身。はい、終わりです。次は変身点 C、 また船どこにいるかわからないですしね。長浜町南方の浜崎灯台を右舷西洋に見る地点だから、この浜崎灯台を右舷西洋に見る地点、浜崎灯台これですね、これを右舷西洋に見る地点。右舷西洋に見る地点で変身で到着点が D です。大東港南方海域、大東港ここにあるので南方海域ですね。これの30度18.6分、30度10 15 16 17 18.6、はい、18.6。それと134度55.2分、134度40分50分55.2分、この延長線上にいますね。まあここら辺にいるんで、これはもう終わりですね。終わり終わり。では聞いていきます。ここが D 地点になります。で C から D をつないで、これが全行程になりますね。うん、 OK です。でこの人は16時に到着したいということなので、とりあえず距離を測っていきましょう。13ぐらいですかね。13、次に B から C、 10 11 12 13 14、次に C から D、 10.3 ぐらいですかね。 10.3、 これ全部足しましょう。37.3 海里、37.3 海里。これを12ノット、1時間あたりの12ノットで割ります。3、ということで
3.1 時間、全工程が 3.1 時間かかりました。これを何時間何分に戻し、3時間と6分、まあ、3時間と6分ですね。ということで16時に到着したいということで、ここ書きますね。16時から3時間と6分引けばいいですよね。15時、1時間、2時間、はい、3時間、あと6分引けばいいので12時54分、もう12時54分に出発すれば16時に到着するんじゃないですか。ということは答えは12時55分頃。答え1番になりますね。以上です。